はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回も、グランドキリン ジャパンペールラガーですね。 JPL ジャパンペールラガー、芯が通ったジャパンペールラガー、アルコール度数 6%、 原材料が麦芽とホップ、国産麦芽使用、国産ホップ一部使用、ホップ由来の豊かな香りとラガーならではの上質なキレを両立させた IPL、インディアペールラガー。あ、ん ?IPL、インディアペールラガー。日本の感性を注ぎ込み洗練された JPL、ジャパンペールラガースタイルですって書いてあるの。よくわからん。ちょっと何言ってるかわからないですね。いきなりインディアペールラガーって書いといて、その後にジャパンペールラガーって書いてあるんだけど、これどういうことなの？これちょっと俺気にはなってたんですよね。JPL ってまあ見た感じペールエールっぽいじゃないですか。だからこれちょっと期待してたんですけど、どうなんですかね。IPL じゃなくて、インディアペールラガーらしいです。これちょっと期待して、今ちょっと期待してる。どんな味かっていうのは。前回のがあの IPA だったから。インディアペールエールだったからさ。これはまさか。で、今回のつまみがじゃーん。こちらが、エルチキ。もう普通のやつ。普通の。エルチキ。エルチキ、レッドではなく、普通のエルチキ。熱い。熱っ。乾杯。なんか、なんだこれピルスナーか。苦味がちょっとだけ強いですね。若干甘みもある。柑橘系の香りもほんのりあるような気もする。うん。柑橘系の香りもほんのりあります、ね。これはまさに俺が言っていたジャパニーズペールエールじゃない。まさに。上質な苦味と国産麦芽の香ばしい味わい、国産ホップ、いぶきのフローラルな香りって書いてあって、その後に、公式サイトに、マイルドとビターの数値が書いてあるんですけど、ビター寄りなんですよね。一番、一番苦い5個星の中の5個、5つ星で、コクも5つ星ってなってるんですよ。で、前回飲んだ IPA がなんと、苦味が四つ星、コクが四つ星ってどっちも四つ星になってるんですよ。これ嘘つく。嘘つくなよ。バカタレ。
絶対逆だろ。おいおい。これ絶対逆だろ。どんなバグがこれ作ったんだこれ。絶対逆だろ、これ。バカな。さすがに俺の舌が間違ってるわけじゃねえだろ、これ。こんな IPA の方が絶対苦いですよ。当たり前でしょ。国産麦芽を使用した豊かで、香ばしい香りと余韻、味わいと余韻。国産ホップを一部使用したフローラの香りが特徴の日本初のクラフトビール。引き締まった苦味と心地よい余韻が楽しめるジャパンペールラガー。嘘つけ。苦味これ五つ星なわけねえだろ、お前。IPA が五つ星だろ、バカ。なんだこれ。グランドギビングか。舐めてやがる。絶対嘘。絶対嘘。嘘つけ。絶対これ苦味とコクのあれ逆だぜ。IPA と。100%。あ、もう終わってる。今から電話してやろうとか思ったら。受付時間が9時から17時ってなってて、もう19時だから無理。絶対これ嘘。これ絶対嘘だよ。もう嘘じゃなかったら俺の味覚が確実に狂ってるってことやんね。俺の味覚が狂ってるってことやで。確実にこれ俺のあれが狂ってることだよ。これが本当だった。これはね、うん、味としては、そうだね、わかりやすい例えで言うと、インドの青鬼だっけ？あれを4分の1入れて、残りの3分の、4分の3をピルスナーで、ビャーって入れた感じの味。ぶっちゃけ期待するほどでもない。だけど、まあ、ピルスナーと IPA のいいとこ、まあ、いいとこ取りっていうこともないんだけど、程よくこの、残して、喉越しを残した感じの IPA ですね。これ絶対公式サイトみんな見てみ。マジで。IPA とこの JPL 飲んで、これ公式サイト、見てみ。苦味とコクの表記間違ってっから、確実に。うん。絶対おかしいよ。これ多分サイト、公式サイト多分間違ってる。
別に大して苦くないもんだってこれ。うん。大して苦くないもんねこれ。本当に。でもアルコール度数 6% にしては、全然あれだな、アルコール度数の、アルコール臭が一切しないですね。まあ苦味も確かにそこそこあるんだけど、そんなに強くはない。少なくとも、うん。インディアペールエールよりかさすがに苦くないな。ない。普通に考えてみ。インディアペールエールって何がインディアペールエールかって分かってんの？この会社。アホでしょ。そもそもインディアペールエールって何か分かって書いてんのかな、この会社は。このグランドキリンの会社、キリンの会社はさ。IPA ってめちゃくちゃ苦いのが特徴でしょ？うん。防腐作用のために大量のホップが使われており、強い苦味を持っていて、アルコール度数も高いためインパクトのある味が人気を獲得しているビールである。ペールエールよりも明らかに強い華やかな香りを持っているのも特徴と言えるでしょって書いてある。IPA の魅力にビールは苦いからこそ美味しいのですって書いてある。これ全然苦くねえよ。まあ、全然苦くねえってこともないけど、まあ、確かにほんのり苦い、まあ、苦い、まあ、まあ、ほんのり苦いっていう、まあ、ほんのり苦いっていうこともないんだけど、まあ、普通ぐらいの苦味は持ってる。でもさ、IPA が苦いわけねえだろ、バカ。バーカ！最近の某議員の真似をしてバーカ！バーカ！なわけねえだろ、お前。だいたい IPA とか苦いビールなんて存在しねえんだよ、バーカ。にわかかよ、マジで。この記事書いてるにわかすぎない？絶対。ちょっとこれは、ビールマニアユッキーとしては許せませんね。マジで。ビールマニアユッキーとしては許せない。俺の舌を俺の舌をなんか、舐めてんじゃない？さすがに。これがキリンかよ。これがキリンかよ。これがキリンとは思えないですね。うん、これが天下のキリンかと。絶対ありえん。やっぱグランドキリンはガバガバビールですね。前から思ってた。グランドキリン絶対ガバガバだって。無駄になんか値段取りすぎだってこれ。だってこれでお前250円とか取るんだね、これ。300円、下手したら300円取るんだね、これ。おかしい。コンビニ限定でだいたい300円くらい取るんだね、これ。おかしい。
って値段設定もなんか、結局このワンウェイ便で無駄になんか、高級感を醸し出して置いて、別に大してうまくないっていうパターンが、このグランドキリンシリーズの真骨頂ですからね。俺、グランドキリンシリーズは本当に大して好きじゃないんだよな。なんか値段が高いだけでさ、なんかさ、グランドキリンみたいな感じでさ、なんかこう、ウェイウェイみたいなさ、持ち上げといてさ、で、飲んでみたら大してうまくねっていうパターン。やめてくんない？それ。確かに苦味はあるんだけど、すぐ消えるもんね。うん。苦味は確かにある。ただね、IPA に比べると、シュッてすぐ消えるもん。飲んだ後に、喉通過した後にもうすぐ消えるもん。IPA はもうずーっと持続する。あの苦味。全然違うよ、これ。苦味の重みが違う。ということで、これはちょっとあかんなぁ。キリン。苦味ってそんなないと思う。全体的に微妙です。まあ、微妙にしとくか。3233です。ご視聴ありがとうございました。